ネット慌てません。そして縦にボールが入っていく。左足のシュート、この中村選手ですよ。あのボールキープ力とね、落ち着き、中村健吾の落ち着きからボールをつないで、うん、そして代わって入ったフレッシュな長谷川達也の左足、これで3対1。このフレッシュな選手攻めればいいんですよね、もうあとは。いやー、これは素晴らしいゴールですね。第1戦本人は